リトルアマ・ポーラは日本の競争馬。馬名の由来は英語とスペイン語を組み合わせた言葉で小さなひなげしの花。エリザベス女王杯、クイーンカップ、愛知杯優勝馬。2007年12月8日、ミルコデムールを安城に迎えた新馬戦でディープインパクトのハンイムをとベルザンディラを破り、初勝利を飾る。2戦目では竹幸四郎に乗り換わり、 17等中9番人気となったが、最後の直線で外から豪快に差し切り2勝目を挙げた。年明けの初戦は、京成杯22年ぶりの品馬制覇に挑むが、道中馬込みに揉まれマイネルチャールズの4着に終わる。その後、クイーンカップに出走。馬体重が大幅に減っていたがここでは1番人気に押され、その期待に応えるように3勝目を。 上げ重症発制覇を果たした。レース後は、大賀賞に向けて調整され、レース当日には、馬体重も戻り、トールポピーに次ぐ2番人気に支持される。レースではやや出遅れたため、一度りがやや後方になってしまい、出走馬最速の上がりサンハロン34秒3の足で、猛然と追い込んでくるも届かずレジネッタの5着に、敗れた。その後、優秀牝馬では、 前走での最速の上がりが評価されて一番人気に支持されたが伸びない大外を回らされたこともあってトールポピーの7着に敗れレース後はリフレッシュ放牧に出されたしかし放牧先では春の激戦の影響もあって体調を崩し調整が大幅に遅れることになったそのため秋はトライアルを使わず直行で秋下賞から指導したが ブラックエンブレムの6着に敗れた。エリザベス女王杯優勝時、エリザベス女王杯では、クリストフルメールを安状に迎えて挑み、道中は前目に、付け最後の直線の入り口で先頭に立つと、川上プリンセスやベルダレイヤの追撃を振り切り GI 初制覇を飾った。安状が竹幸四郎に代わってからは、後方からレースを進め大外を回すというスタイルで、 あったが、これを先行させて勝たせた、ルメールの騎乗は、それまで後方一辺倒であった、ハーツクライを先行させて勝った2005年の、有馬記念の再現と評されている。川上プリンセスやベイル・ダレーア等のコバ相手に勝利した、ことが評価され、同年の JRA 賞で、ナミール3歳品馬クラシックホース3頭を抑え、最優秀3歳品馬を受賞した。 愛知杯4歳となった2009年は安城に、福永祐一を新たに迎え、マイラーズカップから始動。後位からレースを進めたが、直線で伸びあぐねて7着に敗れた。その後、5月17日のビクトリアマイルでは、後位からレースを進めたが、直線で伸びきれず6着に終わった。その後、6月21日のマーメイドステークスでは、中段から、 最後の直線で追い込んでくるものの逃げるコスモプラチナを捉えることができず3着に敗れた。休養を挟んで10月18日の府中品バステイクスでは、後一位追走も伸びきれず5着に敗れた。連覇がかかったエリザベス上杯では、クリストフスミヨンを安城に迎え4番人気で出走。道中3番手でレースを進めたが、直線で伸びきれず7着に敗れた。12月19日の 第47回愛知杯に出走、スタートから高位置をキープし、最後の直線で逃げ粘るブラボーデイジーをかわして1着、入選し、1年ぶりの勝利を挙げた。5歳となった2010年は2月6日の小倉大賞典に一番人気で出走。道中先段でレースを進めたが、直線で失速してしまい13着と大敗した。続く3月13日の中京記念では5着に、敗れた。 続く4月17日のマイラーズカップでは、集団待機も全く伸びず18着と、との負けに終わった。5月29日の金シャ地賞では行為を追走するも、伸びをかき6着に敗れた。6月20日のマーメイドステークスでは、集団追走も、直線では伸びず11着と大敗した。夏の休養を挟み、10月17日の不中品場ステークスに出走し、 最速の上がりを記録したが、人気通りの7着に敗れた。11月14日のエリザベス上杯では行為を追走するが直線で、アパパネとの追い比べに敗れ4着だった。12月4日のナルオ記念では、道中3番手を追走するが直線で失速し11着と大敗した。そして12月10日付で登録抹消され、引退後は繁殖品馬となった。 母は参加チウマ、祖母のルージアナピットは、品は東京タイムズ杯、阪神品は特別価値。ありがとうございます。